18世紀の末になると、中国の各地で清朝の支配に対する反乱や抵抗が続発するようになりました。その中でも1796年に始まった白蓮教徒の乱は約10年に及ぶ大乱でした。この乱の平定で実力を示したのは清朝の正規軍ではなく教友と呼ばれる臨時の軍隊でした。またこの頃から欧米諸国の経済進出も強まり、特にイギリスは1792年にマカートニーを、1816年にアマーストを派遣して皇后による交易独占を撤廃させようとしました。イギリスは中国から茶を輸入し、インドに綿製品を輸出し、インドから中国へアヘンをもたらす、いわゆる三角貿易を行っていました。しかし中国側ではアヘンの害および銀の流出を防ぐためにアヘンの輸入を厳禁する措置を取ります。この結果生じたのがアヘン戦争です。